シアン化物中毒は多くの種類のシアン化物にさらされることによって起こる中毒である。シアン化合物中毒、シアン中毒、生産中毒とも呼ばれる。中毒の初期症状には頭痛、めまい、貧脈、息切れ、そして嘔吐が含まれる。その後に発作、除脈、低血圧、意識消失、心停止になることがある。症状は通常、 数分以内に出始める。たとえ一命を取り留めたとしても、長期にわたる神経学的問題が残ることがある。シアン化物を含む有毒な化合物には、シアン化水素ガスや多くのシアン化物需要が含まれる。この中毒は、住宅火災で生じた煙を吸った後で、比較的よく起こる。シアン化物にさらされる可能性のある、その他のルートには、金属研磨、特定の殺虫剤、 医薬品のニトルプルシドに関わる仕事は、そしてリンゴやアンズの種子のような特定の種子が含まれる。液体状のシアン化け物は皮膚を通して吸収されうる。シアン化物イオンは細胞呼吸を妨げ、体の組織に酸素を使いなくさせる。この中毒を診断するのは難しいことが多い。住宅火災にあった人のうち意識レベルが低下し、低血圧になり、あるいは 血中乳酸塩が高くなっている人は、この中毒が疑われることがある。シアン化物の血中濃度を測定することはできるが、時間がかかる。血中濃度が0.5から1ラム l の場合中毒は軽度であり、1から2ラム l の場合は中度、2から3ラム l の場合は中度3、3ラム l 以上の場合は死亡に至る。もし誰かが、 シアン化物にさらされたのではないかと疑われる場合、その人を曝露物質の出所から移動させて浄化する。治療には、支持療法や100%酸素の吸入が含まれる。ヒドロキソコバラミンは、下毒剤として有用だと思われていて、最初の治療法として使われる。治オ硫酸ナトリウムも投与されることがある。歴史的に、シアン化け物は、 集団自殺やナチスが大量殺戮をするときに使われてきた。シアン化物塩は効くのが早い自殺の手段として時折使われる。シアン化け物は強い遺存と比較的高い水準で反応する。ありがとうございます。